選手、ミクル選手の試合はご覧になりましたか？あ、すぐ見ました、はい、どうでしたか、見た感想は。そうです、まあ、終始朝倉選手のペースかなっていうのは見て思ったんですけど、はい、あんまりこう手が合わなかったというか、そうですね、なかなかこうやってみなきゃ分かんないんですよ、相性とかって。少しこうガーッと激しい試合になるかなと思ったんですけど、まあ、終始朝倉選手のペースで進んでったという感じですかね。引き込みの件に関してはどう見てますか？引き込みに関しては僕はちょっとよく分からないですね。でもみんな謎だったんですよ、はい、引き込み、三角を狙ってたっていう、はい、なんか後々のインタビューまで誰も何がしたか分からない、だから僕も終わった後もいろいろレフェリー陣とかね、競技関係の人とか、福田さんのブレイクが早くなるじゃん、はいはい、で当たり前でゴートフィニッシュに行かなくちゃいけないんで、はいはいはい、まあ、最初引き込んでその展開が起こせない、まあ、2回目も引き込んで展開が起こせない中でもう消極的にしか取れないわけさ、違う手がいっぱいあるんだから、総合なんだから、それはもう通用しないんだから、他のものを技を引き出して戦ってゴートフィニッシュしてほしいわけ、だから3ラウンドになっても、まあ、斉藤選手を見て手が合わないっていうのは、まあ、牛久選手がミクルのが攻めてくることに対して結局そこをすかす形でなんかこう引き込んでるっていう、だからもうそれもう展開起きないでしょって言って、これ UFC だってどこでもそうしますよ、あの局面でもう起きないんだから、それではだからそれは無理だから他のことをやってもらいたいんだよね、だからポイントを取って判定を狙う競技じゃないんで、まあ、もちろん判定狙いで勝つっていうことに接する場合も選手の中にあるかもしれないけど、僕らは常々、ね、やっぱり一本最後まで KO か一本取りに行ってくださいって、ファンはやっぱり求めるものはそうじゃないですか。でクロスな判定になるのって、まあ、判定する側も大変なんですよ、だから選手同士で決着つけてくれるのは本当に一番いいことで、それをファンも望んでることだから、だからまあそれぞれいろんな思いがあって戦うんで、どっちがどうっていうのはないのかもしれないけど、部分は当然クレベルが引き込むのとちょっとわけが違う。だから牛久選手が今までキャリアの中でサブミッションで1本取ったりなんだりっていうのはバンバン決めてる選手だったら、お引き込んだっていうのはもうフィニッシュに向かっていくっていうイメージがつくけど、それを過去にしたことがない人は引き込んで大逆転じゃないけど彼のミクル側の発想にないことをやったとしても、それは2回も3回もやったらもう、もう1回目2回目は秘策としてあるかもしれないよ。そんなの想像してなかった、レナが膝十字で決まっちゃうようなもんで、あれは全く想定してなかったと思うんだから、あの瞬間だから、それは必殺技として効果はあるけど、必殺技は仕掛けた時に決めなかったらもう予想されちゃうじゃん、あ、また来たっていう、それに対して別にミクルも三角が危なくもうハマる感じには1回目も2回目もならないわけじゃん。そうしたらまあ展開を変えてほしいなっていうふうに、そうですね、それは多分レフェリー側もそういう意図でブレイクを早くしていったんだと思いますけどね、確かに3ラウンド目早かったですね。